クミコ小祝ジャポン。さあ、日本期待の小祝久美子の登場です。笑顔が覗いています。左肩にいらしたのは山田真知子コーチ。世界の伊藤みどりを育てた山田コーチの教え子です。オリジナルプログラムで34人中6位と健闘しています。フリーの演技ご覧いただきましょう。小祝さんはジャンプがね、上手ですからね、やはりジャンプで迫りますよね。そうですね。最初のジャンプの出来不出来が心理的にも影響しそうですが、それはありますね。さあ、これからどうだ、綺麗にちょっと着地がね、トリプルトーループと着地でバランス崩しましたね。はい、なかなか高く飛びますね。そうですね、彼女はジャンプ力ありますから。よいしょ、今度はトリプルサルコーダブルトーループと、ちょっとね、2つ目のジャンプがね、小さすぎるんですね。1つ目にやっぱりこう力を使い果たしてしまうんでしょうか。やはり2つのジャンプのバランスが、のないと、こう綺麗なコンビネーションジャンプとは言えませんね。なるほど、厳しいジャッジの目ですね、その辺は。アクセルは綺麗に決まりました。アクセルは上手ですね。ダブルアクセルは非常に綺麗です。さすが山田コーチの教え子という感じですね。そうですね。さて、曲調はガラリと変わって、モーツァルトが亡くなってから今年でちょうど200年ということで、モーツァルトの記念の行事がいろいろ行われたんですが、そのモーツァルトを使うあたりがこう時代に合っているというか、なかなかやりますね。そうですね、選曲ですね、開催地に関係した曲を選ぶとかね、その国に関連した曲とか、そういうのはよく使う選手が、使う方法なんですけれども、やはり選曲っていうのは非常に大切ですね。そういうのも審判にアピールする一つの方法なんでしょうか。それもあると思います。やはりそこに来てるお客様を喜ばせるっていうことの方が大きいんじゃないでしょうかね。でもまず何よりもやはり選手がこの曲で滑りたいっていうような曲で滑るっていうことが一番大切だと思います。はい、ジャンプにミスが多いですね。はい、ジュニア、全日本のジュニア選手権ではね、素晴らしい演技したんですけれどもね。はい、そうですね、国内ではナンバーワンなんですが、それともう一つ、今年はドイツのオーバスドルフで行われましたネーベルホーントロフィー、こちらも優勝してるんですよね。そうですね。また一つ抜けましたか。これもね、3回転のはずなんですよ。はい、小祝選手の何が期待がかかるといえば、個人的な成績もさることながら、出場枠が広がるということもありますよね。そうですね、10位内に入りますと翌年、2人遅れますので、ぜひその10位内を目指してね、頑張ってもらわなきゃいけないんです。さあ、最後のジャンプは綺麗に決まりました。なかなか思い切りのいい演技を見せてくれました日本期待の小祝久美子です。さて、得点ですが、これは平松さん、どうご覧になりますか。ちょっとやはりミスがありましたからね、彼女本来の滑りをすればもっと点数伸びたんですけれどね、ちょっと残念ですね。その辺まだ16歳ということで、やっぱり世界のプレッシャーっていうのはあるんでしょうね。やはり世界ジュニアは彼女初出場ですのでね、少し硬くなったのかもしれませんね。なるほど。さて、表情ですが、やっぱりちょっと山田